おはようございます。ハッカです。ハッピーハロウィン。今日は今会社に行って携帯を忘れていたことに気づいて取りに来ました。なんで今からもう一度出社します。携帯を忘れたことで贅沢な朝の運転ができております。静かな良い朝です。子供たちを学校に送り出すのが非常にパワーを使うので、しかも今日は中学校の娘がお弁当が必要だったので慌ただしかったんですけども、やっとほっとしております。
になるとかぼちゃや栗のスイーツがたくさん登場して体重も増え気味ですよね。なんとか、でも気にしていたら秋の味覚を楽しめないし、どっちを取るかですよね。クリスマスのごちそうを食べたり、お正月のおせち料理を食べることになって減らないですからね、体重が。本当に今食欲をセーブしなければ。収集車が来てしまった。到着しました。今日も遅刻せずに会社に来ることができました。あとこの後にハロウィンのかぼちゃも何も関係ないんですけど、撮りましたので、どうぞご覧ください。それでは。
めしますけど。